はい、どうも皆様、アーサーです。ブラッドボーンやっていきます。ということで、まあ、今回こそですね、このゴースの石倒してみせます。はい、まずはね、そう、まずは敵の動きを把握するところから始めよう。動きが分からないとね、やっぱ攻撃避けれないから。そして相変わらずの硬さ、これは手こずりそうだな。やべえ、よう動くね。怖いあんま近寄りたくねえやこいつ。ほんと少しずつしか削れないな、これ。あれだな、結晶石集めしといた方がいいわ。ダメだ、このままじゃ。火力が足りなすぎる。おまけに向こうの火力も高いからな。少しレベルも上げといた方がいいかもしれんね。まずい。うわっ！あ、負けちゃったけど、課題が見つかったわ。やべえ、マジでこいつの動きわからない。これパリ取れる？取れんのかな？取れないか。あっ、もうそれやめてあー怖いでー。あ、取れんだ。あ、なんだ。いやだけど、パリーでもそんなに食らわないという。まずいね。パリーはちょっとリスキーじゃないか、こいつに。しかも、シューターも使えるしな。うえ。あ、まあいいよ。あれ？撃ってこねえのか。ほんと、わけわかんねえ動きだな。なんだそれ。やべえ、まあ、狙わない方がいいかもな。慣れないことはするべきじゃない。怖え。でも少しずつあれ、ダメージを与えられるようになったわ。うん、これは大きな進歩と言えるんじゃないですかね。最初の頃は開幕死んだからな。それに比べればまあ少しはまともな動きができるようになってきたねこれ追撃えぐいな。あれハマったら死ぬぞ。やばい。ケツホリー、希望の光が見えてきた。ただ輸血がもう残り少ねえからな。こっから極力被弾せずに体力を削り切りたいところだけど、そうも言ってらんねえよな。危ねえ、リーチ投げ、やばい、死ぬ。落ち着け。いいぞいいぞいいぞ。なんか半分、くそ、半分くらいは削れるね。武器の火力が高ければもうこいつ死んでたんじゃないか。そう考えると惜しいな。え？やばい。あ、こいつ第二形態あったんだあ、もうこっからわからねえよもう何そのおい、嘘だろ。やぶね。第一形態の時点でもしんどいっつうのに、第二形態まであるってどういうことだよ。もう輸血ねえよ。
第一形態の時点で輸血が尽きるからな。第二形態まで持たないっていうか、多分これ第二形態の方が強いでしょ。だって怖いな。あぶねえ。さあ来たぞ。動きをよく見ろ。いやー、わかんねえ。もうめっちゃスピーディーになってんね。怖っ。やばいなこれ。違う。絶望するしかない。おい、もう死んでくれ、頼むよ。お前の動きわからなすぎなんだよ。なんだよこいつも。ケツ掘り。もうここで勝てなかったら素直にレベル上げます。さあ来たぞ。おう、やろうぜ。雷か。うお、めっちゃ届くなこの雷。やばくね。あんなん避けれねえぞ。近くにいたらな。あー、嘘だろ。2回目も飛ぶのかよ。いやー、なあこれ第二形態ちょっと硬くなってないか。あんま削れてねえよな。もらった。ケツ掘り。いやでも輸血はまだ 10個以上あるから。でもな、こいつ攻撃連続で食らったら死ぬからな。食らわないようにしないと。レベル上げます。はい、ご覧ください。体力50、筋力36、技量25、武器の火力もクソ上がってます。これなら勝てるだろう。で、武器の方もですね、結晶石集めてきました。物理の攻撃力高めまくった。いけるはずだ。もうこれで勝てなかったらね、ちょっと、俺の精神はズタボロにやられますよ。いけるはずなんだけどな。ヤスリ使って延長していくぜ。あんま火ダメ変わってない。あーでも、まあ食らってる方か。うん。何よりね、この体力ゲージの多さですよ。うん。これにより攻撃を連続で食らってもある程度は耐えられるからね、心配ない。あとはもう倒すだけよ。だから第二形態が未だにね、まあ、ちょっと分かんないから、まあ、そこら辺はもう覚悟の上で戦うしかない。第一形態の動きはあらかた分かるんだけどね、第二がマジで分からねえ。やはり武器の火力上がってんね。もう半分いきそうじゃん。おらおらおら、ちょっと第二形態見せろや。やばい、これ前の俺だったら死んでたな。行くぜ。あ、てかこのままいけんじゃないのこれ。第二形態移行せず、そんなうまい話はなかったか。でもね、この段階でこの体力は美味しい。第二形態の移行が遅かったね。後悔するがいい。おーおーおー、いいんじゃねえな。大丈夫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 。あれ、あ、ハマってない。ハマってなかったか。
ハマってればいいのにな。ちょっとこれ避けるのきつない。やばい、ちょっと動きに追いつかない、俺のカメラが。いける、勝てる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 ぞ勝てるぞ勝てるぞ。ちょっこいつアグレッシブに動きすぎだろ。雷か。あっ、セーフ、終わりだ。あい、俺の勝ち。あー強かった、ゴースの意志やべえな、これクソ強いわ。DLC のボスにふさわしいね。何これ、この黒いの、これ攻撃しちゃっていいのかな。攻撃、ハンテッドナイトメア。その赤子が海に帰る。呪いと海に底はなく、故に全てを受け入れる。終わったのか。これで全てが終わったんだな。長かったぜ。はい、ということでね、今回以上です。ご視聴ありがとうございました。